のの小型のプリント基板を内蔵したカードである拡張カードを本体に装備する際のインターフェースは、拡張バス、あるいは拡張スロットといい、いくつかの標準がある。拡張カード等は、しばしば規格化された拡張バス、拡張スロットに挿入、または装着し取り付けて使用する。追加装備する機能には、周辺機器のためのインターフェースも含まれる。 デスクトップパソコンの多くには、マザーボード上に拡張バスがあり、そこに拡張カードを装着できる。本体に取り付けた拡張カードの例、内蔵型テレビチューナーカードビデオキャプチャーカード、拡張カード上には、集積回路が搭載されており、カードの片側にはスロットに差し込んで、マザーボードとカード上の IC を電気的に接続するためのコネクタがある。拡張カードには、 ビデオカード、サウンドカード、ネットワークカード、RAID カード、ファイバーチャネルカードなどがある。もともとは機能拡張は蒸気カードを装着することで実現していたが、近年はマザーボード上に蒸気の拡張機能が搭載されたものも多い。実際に使用するためには、個々の拡張カードに対応した。 デバイスドライバのインストールや場合によっては動作パラメータの設定が必要になる場合が多い。パーソナルコンピュータの拡張バスの一覧を以下に示す。バックプレーンバスも含む。IBM PC における XT バスや NEC PC-6000 シリーズ、PC-8800 シリーズ等における独自の拡張バスが策定される以前は、 コンピュータ本体に拡張スロット等が装備されておらず、タンディの TRS-80 や NECPC-8001 のように、拡張ユニット、I、O ユニット、あるいは拡張ボックスなどと製品によって、故障は異なるが、それと本体を拡張バス線で直接接続し、その拡張ボックス筐体から、改めて周辺機器と外部バスで接続するという形態であった。 やがて、拡張ボックス筐体に規格化された拡張スロット等が装備され、あるいは、コンピュータ本体に拡張スロット等を装備するものが、一般的となっていったが、ホビー向けやゲーム向け機種では、大型の拡張スロット等は、筐体サイズ上の商品試作上、備えないか、ごく少数のスロット類を備えるだけのものも残った。主なもの、ありがとうございます。